こんにちは、東京スクールオブミュージック専門学校渋谷校でキーボードの講師をしてます宇田と申します。今日はよろしくお願いします。今日はポップスでよく使われるというパターンを紹介しようと思うんですけど、よくなんか我々が現場でよくあるのが、この曲にピアノのイントロをつけてくださいとか、そういうリクエストがあってそれを瞬発的に出さなければいけないなんだけども、もちろんライブしかりレコーディングしかりなんですけど、ポップスっていうカテゴリーで考えた時にいかにその伝わりやすいものであるかっていうのがすごく大事かなと思ってて、フレーズってこうわーわーって動きたくなるんですけども、そうではなくて一回考え方ちょっとフラットにしてシンプルなもので力強いってなんだろうっていうことをちょっとやっていこうかと思うんです。基本的に僕はポップスっていうのはまず第一要素が記憶に残るフレーズだと思ってるんですよ。で、その記憶に残るフレーズ、じゃあどうやったら記憶に残るかっていうと、やっぱりまずシンプルなものっていうのが必須条件かと思って。で、シンプルなものっていうのは結局覚えやすいもの。覚えやすいものっていうのをまとめると、例えば反復するフレーズっていうのですね。反復するフレーズのことを、よくミニマルミュージックなんて言うんですけども、映画音楽とかでよくこう、反復するフレーズがずっと永遠に続いてて、そのフレーズの中でコード、和音ですよ、ね、和音がどんどん変化していく、でそれで曲がダーッと広がっていくっていうパターンがよくあるんですけども、これは映画音楽のみならずポップスでもよく使われている手法なんですね。で、今日はズラズラズラっとよくある1645っていうコード進行があるんですよ。もうポップスの金字塔みたいなコード進行なんですけども、1が C として考えた場合に CAmFG っていうコード進行なんですね。音で言うと C がドミソ、 Am ラドミ、 F ファラド、 Gこのコード進行の中でシンプルなフレーズをちょっと作っていこうと思うんですよ。いわゆるミニマルなフレーズ。じゃあピアノバラードとしてこの曲を仮定してちょっと演奏してみます。ピアノバラードをちょっと仮定してやるんですけど、まあ全然そのもうコード進行からしてすごく美しいので、気持ちを込めてこのドミソラドミっていう風に弾いていくだけでも全然成立はするんですけども、これにさらにちょっと印象的なフレーズを組み込んでいこうかと。さっきのミニマル、反復するフレーズ、これをちょっと入れていこうと思うんですけども、レとドこの2つの音だけなんです。もうこれだけでなんかもう曲の世界観が随分広がっていくんですけども、今は単音で入れてみたんですね。各コードに対してレーレードードレーレードードーつって、これをさらにコードの中に織り交ぜていくわけです。いわゆるトップノートと呼ばれるもので、一番和音を弾いた時に一番上の音がレーが来る、もしくはドが来る、成立させていくんですけども、そうなった場合に C はまずミソドっていう展開形
そうで。ミソと。次 A マイナー。ミラーレ。ミラーレ。次テフです。パラーレ。パラド。ジ。ソシレ。これちょっとここごちゃっとしてます。なぜならば。なのでここだけはレソート、これでいってみましょうか。いきます、ね、コード C、A マイナー、F、G って弾いてる時よりも、だいぶこれでなんか世界観がさらに広がっていくんですよ。で、問題は、今自分が弾いてる和音が、正式な名称は何かっていうところまでちゃんと探った方がいいんですね。まず、ミソレ。これは C の、アドナイン。まあどっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、やっぱり次にミラドこの Am で解決するので、解釈としては Am にサスボがついたものとして考えましょう。次です、パラレ。これは F6 というのになります。6番目から F に解決します。次はただのソシレなんで、ただの C の音です。ここからドの音に動きます。これは G のサスボになります。ここまで考えることができたら、かなり音楽的でいいかなと思います。ちょっともう一回弾きますね。なんでもないことなんですけど、こうやってシンプルなフレーズを反復するだけで実際曲ってすごくできてて、今たまたまレとドだけでやったんですけども、レとミでもありなんですね。もしくはレドレミ。こうやってなんか自分の中で
印象的な反復するフレーズを見つけていって、それを和音の中に織り交ぜていくだけで、それをきっかけに多分いろんなフレーズが生まれてくると思うので、ちょっとぜひ試してみてください。この続きはぜひ体験入学の方でお待ちしております。今日はどうもありがとうございました。